来世は運ゲーのクソゲーって言ってるんですけどそれは僕が運が悪かった結果論であって運が良かったら神ゲーだったと思うんですよでもその僕来世を信じてないので神ゲーを味わえないんですよねそれを無理やり味わいたいということで今回僕の実話と僕がしたかった夢を混ぜ合わせた人生ゲームを作ったんでここで運良くプレイして神ゲーを味わいたいと思います そう、これ人生ゲームって運ゲーなので、これでもう僕のね、あの、第二の別、別の世界線の人生を味わえるんじゃないかということで、まあ最初はですね、親の性行為と様々な人の協力により生まれるというね、まあ皆さん僕以外もそうだと思うんですけど、みんな同じスタートラインに立って、ここからプレイしていきます。で、今回わざわざそのために人生ゲームを買ってこのルーレットゲットしたんで、このルーレットでやっていきたいと思います。とりあえず夢と現実のマスを散りばめてるから、あの、いい人生を送るには、まあ現実はね、ろくなことないから、夢のマスにバンバン止まっていけば、神ゲーの人生を味わえるんですよ。だから今回僕の 運がね、第二の世界線の僕の運がわかるということで、頼む。とりあえず夢のスに泊まってけ。えー、最初、これは1かな ?1、えー、んやえー、モデルのスカウトで下げられ、親泣かせる。はい、実はですね。ーんー、ま、最初から実はますか。その、僕がですね、昔、あの、母親と一緒にその、買い物行ってたんですよね。まあ、これはもうよく話してる話なんですけど、買い物行ってたら、その、モデル、お子さんかっこいいから、その、モデルならへんかってスカウトされたんですよ。じゃあ、母親が、 それはもちろん嬉しいじゃないですか。あ、我が子がモデルなんてと思って登録したんですけど、まあ、その、お仕事とか、モデルで仕事とかいろいろもらうには、あの自分の事務所に契約して、 あの、やるなあの、そっから仕事受けんやけど、登録料が発生すると、登録料数万発生するっつって、ま、あでも、はは、それ嬉しいじゃないですか。あ、まあ、自分イケメンやし、まあ、仕事でどうせ元取れんやろうと思って、登録料払ったら、そっから2年間全く仕事起こず、えー、5万ぐらい。あのね、5万ですよ。から、もっとかかったんちゃうかな。うん、下げられて、えー、親の涙を初めて目撃するっていうね。うん。最初に見た親の涙が、えー、自分がかっこよくない。自分の若子がかっこよくないと思って泣いてるっていうね。うん、もう、そ、親不幸ある T へ上位ランカーになった原因ですね。うん。まさかね、僕も現 現時点でも親不幸だとは思うんですけどまさかそんな早い段階から。うん、まさか僕も RTA してるとは思わなかったんですけど、幼少期の時に親を泣かせてしまうということですね。だからまあ、皆さん親泣かせてる人、僕が視聴者がいると思うんですけど、まあ、RTA に乗らんかった大丈夫やろ、うん。元気出していけっていう感じで。とりあえず一マス目は、第二の人生も、所定は悪かったけど、まあ、夢のマスクがどんどんあるから、まだまだ人生諦めたもんじゃない。頼む頑張れ生きてたらいいことあるー !3! えっ、ー、と、1 2,、2、3、バレンタインチョコもらいすぎて1ヶ月の食欲。 オッケー夢完全に夢バレンタインのチョコなんか一切もらったことないからな。うん。バレンタインのチョコをもらいすぎて1ヶ月の食費を食ってはつない。まあ、そもそもチョコレートが1ヶ月も賞味期限持つんか分からんけど、うん。暑いね。うん。1ヶ月バレンタインも女性からこれらたチョコレートだけで生活できんやろ。うん。いい人生。うん。じゃあなんでモデルのスカートで俺仕事こうへんったよな。うん。バレンタインのチョコで1ヶ月な、もうチョコを食いまくれるぐらいモテてんやったらモデルの仕事1件ぐらい来てい,いやろ。うん。まあ、とりあえずでも、 まだ、もう、2ターンの段階で、今の人生より熱いんで、これはちょっと期待できんぞ。このままちょっと夢のバスいっぱい止まってくれ。えー、次は ?2、二えーと1、1位に成績オールゴトル。オッケー。熱い人生やな。もちろん夢です。現実なわけない。現実はね、授業全く受けずに、えー、ダジャレばっか考えて、考えた末タクシー乗ったのを私思いついて、クラスの面白い人ランキング4位っていうね。うん。勉強してへんかったら、せめてクラスの面白い人ランキング1位取れやって話なんですけど、それは4位やったんですけど、 うん、えっ、ー、と、今回、夢ますということで、成績オール5取りました。そう、もちろん5段階評価です。そう、まさか、学もある世界戦で、第二の人生熱いね。うん、だから、現時点でちょっと最初ね、モデルのスカウトで下げられたとは言えど、バレンタインのチョコ大量にもらって成績オール5。これはちょっと親も笑顔なんじゃないかな。うん、これ今、ええー、感じの人生送ってます。人生ゲーム熱いね。やっぱ人生は神ゲーなんかもしれん。えー、2、2ということで、1位に、え、4630万円誤送金されるも、返さなくていいと言われる非課税熱っ え、返さんでいいんやろそう、誤送金されてね、それを勝手に使ったらもうね、今みたいにニュース取り上げられるけど、返さんでいいって言われたらもうそれ使っていいし、まあ、そんな体験振り込まれたらさ、もちろんなんか税金とかいろいろかかってくるにもかかわらず、非課税やで。どういうこと宗教法人から送られてきたもかなちょっとわからんないけど、非課税で金も <laughs> よっしゃ。今暑いなー待って、実はまずめっちゃ受けてるやん。無制で精通してもらうとかいろんな実はあってんけど、教室でズボン脱がされて新たな正規目覚めるとか余計やで熱いな 今いい人生。モデルにスカウト下げられたけど、そっから順風のまんまの人生を送ってます。今いいです。今のとおりの人生、このまま、夢ます。どんどん行け。えー、4。えー、1、2、ちょっと失礼。え、3、4。えー、平均同節2人などに24時間配信してしまう。うわ、実は。うわ、やってもらった。とりあえず、だから誤送金されて、4630万円誤送金されて、まあ、非課税やし、 まあ、YouTube では始めようと思ったよな。多分、お金余裕あるから。そして配信したら、平均の説、2人やのに24時間配信。うん、これま実話で、その、僕、YouTube 始めて、今こうやってなんか上手いこと言ってるように見えると思うんですけど、YouTube 始めてから1年間ぐらいめちゃめちゃ登録者少なかったんですよ。で、再生も全然されへんくて、でも僕、ネタには自信あったんで、どうしても見てほしいということで、どうやったら見てもらえるかを考えたときに、その最新のゲームを生配信して、 あの、攻略とかしたら人集まるんじゃないかと思って。で、それ人集めた後自分のネタ見せてファン増やそうっていう。まあ今考えでは遠回りをしてたんですけど。 で、それでその、妖日ウォッチメダルウォーズっていう、妖日ウォッチの最新のアプリゲーム、当時ね、が出て、これを生配信でやったら人集まると思って、もう張り切って24時間配信しますって言ったんですよ。で、当時平均同説2人やのに、そんなことしたら、普段見てくれてる人も、24時間やったらその深夜とか寝るじゃないですか。寝て、同説0人とかだったんですよね。うん、同説0人になって、もうひたすら誰も見てへんのに喋り続けるっていうね。まあ今トーク力あるって言われてるけど、その時のが培われてるんかもしれないですけど、うん、ひたすら同説0人で喋って、で、24時間配信を 終わった後、もう悲しくなって、と、もうメンタル崩壊してるから、メンタルを安定させるために、あの、再生数2回とか、明らかその、誰も見てへんような、誰も見てへんのに、1時間くらい張り切ってゲーム実況してる底辺 YouTuber とか見て、あ、俺以外にも誰も見てないのに喋り続けてるやつおるんやと思って、精神を安定させるっていう、まあ、その時から性格悪かったんですけど、そういう精神安定をしてた暗黒時代ですね。うーん。 ま、これは実はなんですけど、この第二の人生で見ると、まあ、スカウト下げられたんはいいものの、そこからバレンタイン持てまくって成績も取って、お金も手に入ったのに、なんで俺24時間配信したんだうん。お前そんなんせんでよかったやん。うん。まあ、YouTube そんだけ好きだったんか知らんけど、とりあえずま、第二の人生今よりはマシですね。うん、こっから、さすがに現実はさあんま止まらんといてくれ。俺の現実ひどいな。ちょっと止まっただけでこんなに人生変わるんや。ええー、これは2かな二。ええー、1、2、秩内射精障害になる。おぉ、頑張れ。<laughs> 待ってくれ、出だしよかったのお前、なんで秩序なんでお前、おい。うーん、ちょっと暗黒ゾーンやな。ちょっとやっぱお金、ほら、宝くじとかさ、大金入った人ってさ、はから見りゃなんかいい人生遅れそうに見えて、そっからちょっと転落するとかよく聞くやん。その状態やな、完全に。モテモテで、ブンブ、両道、まあ、ブーはわからんけど、成績も良くて、順分満帆な人が、お金手に入った瞬間、同説二人やのに24時間配信して、秩序になっとるから。ちょっとあかんな、こっから夢で巻き返してくれ。せっかくいい人生やとおり。 待って、回さサブだ。どうなるうーん、これは3かなえー、1、2、3。うわ、待って !Google の株主になったと Google の株価が大暴落する。あ実はですね、えー。僕、YouTube の広告が全然つかなかったんで、どうやったら広告使くって考えたときに、Google の株主になったんですよ。Google の株主になったら、株主の権力で広告つくんちゃうかと思って、株主になったら、年齢制限されたまま、もっと 規制がひどくなってかつその後株価大暴落したんですよね Google の株価で順調に上がってたからちょうど今これネタになりつつ株でもまあその儲けられんちゃうかと思ってたらめちゃくちゃ下がって今現時点でももうねあの前世紀より8万ぐらい下がってるんですようんということで結構金を失うということでまあでも 第今の俺は辛いけど、第2の人生は4630万誤送金されてるし、まあ無駄遣いしなかったら結構ええ人生ちゃうか、今んとこ。まあ秩序なったんは痛いけど、まぁ、あ、同節二人はね、ここから人気でなればええし、えー、と、待てよ、こっから、今から1出せば結構熱い。1出せば結構熱いマスがあるんで、それで、ええー、5! 待て、5って5連携 !123 がゴールっていうことでう。人生振り返るか。まず最初、幼少期にモデルのスカウトで下げられて、 その後、ええー、と、バレンタインチョコもらっても、もてまくる。うん。で、成績をおルゴとって、4630万誤送金。めっちゃ、金もいろいろ手に入れたんけど、そこから同説二人になって、Google の株主で大暴落。まあ、あ、秩序にもなったか。でも、まあまあ、良かったんじゃない一応4600万くらい手元にあるし、ここから YouTube で人気になればいい話だからな。うん、まあ、第二の人生。だから、人生は、クソゲーではない場合もある。まあ、神ゲーにもなるんじゃないかな。結局、うんげーやから、 神毛の人もいれば、クソ毛の人もいるっていうことが今回わかりました。ということで、あざした。